うわー、でもあの具材、まあ、ほんましなってきた。めちゃくちゃうまそう。これ見てよ、このキャベツとレタス、これこんな格好。うわー、ほんでここに椎茸もできてるかな。椎茸、ええ感じやと思うんだけどな。ほんで、はい、毎度こんばんは、キボーでございます。本日も一人晩食の時間がやってまいりました。ということで今日はね、久しぶりの鍋鍋ということでね、今日もキンキンに冷やしたいつものアクアゼロからまずいっときましょう。これ見て、グラスもキンキン、これこっちキンキン冷やしたからね。ねえ、もう真夏じゃなくしゃ、あ、左手当たりすぎ、当たりすぎたよね。何を言うてん、鍋。ということで本日もお疲れ様でございました。乾杯。いやー、最高にうまいですね。たまらんわ。ということで、もう沸いてんだけどね。ということでね、今日は何や言うたら、これこれこれよ、見ひん、スーパーでこれこれこれ、赤から鍋言うて、こういう元、これ赤から、え、名古屋名物赤からって書いてある。これこれこれ、こんなあるでしょ、この何時のあの出汁の出汁売ってるところね。で、前までさ、キムチ鍋とかちょっとその辛そうな鍋あったんやけど、この赤から鍋ってやったことなかったんや。そこでちょっと赤から鍋行ってみようということで、今日もう真っ赤っかやで、これこの中。ちょっとだけ見せようか。ちょっと待って、こうやろ、見て見て、ほらこんな赤くなってるからね。そうで、ちょっとね、今後ろがあれになったと思うけど、あれになったと、これ何になったんやって今日ね、まあ今言ったこの赤から鍋の具材、まあ鶏肉、お肉はもう鶏肉だけね、焼肉ばっかりやってて、秋坊野菜食えよって言われてるやんか。そうで、見てこれ、あの約一玉のこのキャベツ、これ山盛りのキャベツになったから、それとこっちも大量の玉ねぎと、これね、しいたけ、これね、まったくやったやん。ほいで、その鍋言うたらな、これいるかな思って、多分うまいんちゃうかな、ニラ、大量のニラを買うてきました。ということで今日はね、この具材でやっていこうと思うけど、ちょっと待って、卓上整理するから。それと、まあ、ちょこっとしたこういうね、あのきんぴらごぼう、買うてきましたんで。そうで、ちょっと待って、卓上を整理して、まずこの箸置き置いて、で、これちょっとこっちが、この野菜、この前持っていこうか。お肉はまあ一番さ、いや、そうか、入れたよ。まあまあ、ええわ。さっきこっちから行こう。いただきまする。まずはね、きんぴらごぼうからいただきましょう。ではでは、いただきます。うん。相変わらずうまいな。たまらんわ。これでビール、ああ、このあの言うてるけどさ、今ちょっとこの鍋やるから暑いから思ってエアコンかけたんや。早いけど、あの何やろ、やっぱこのヒリヒリのビールうまいな、最高やわ、うん、そうで早速入れていこう。ちょっと待てよ、火強くて、まず肉、このやばい、さっき肉か、肉入れる方がええ。お肉もちょっとこう入れる、火を強くしてやな。お肉ね、もう鶏肉、これ唐揚げ用の肉だから、3つほど入れようか、3つほど入れといてやな。ほいで、ちょっと待ってや、まずはほな、ちょっとこっち、これどうする、キャベツこんな格好で切りましたね。これダバッとどのぐらい、2つぐらいいってもいけそうか、いけるか、ごっついよこれ、ほら見てよガバッとこれ崩さんでええんかな、大丈夫かな、いや崩した方がええよ、よさ、まあええか、もうええわもういけいけ、もうしいたけね、しいたけ入れとく。でこの玉ねぎ、玉ねぎもさ、湯がいたらうまいやんか。ちょっとこう入れとこうか、もうちょっと隙間を埋める。でニラは出来上がってからでええよな、だからとりあえずは、せやな、玉ねぎもうちょっと入れとこうか、玉ねぎ好きやからな、うん。でこれでとりあえずは沸騰させるか、ニラはな、多分出来上がってからの方がええと思うね、だからちょっとこれで、これ大丈夫かいな、よし、これ、うわ、よし、これで今最強やからな、これでちょっとしばらく行こう、よし、ビールや、ビール入れ、チャラッと入れる、わお、うまそう、しゃあ、わわわわわわ、この凍ってるからさ、危ない危ない、滑るっていうね。
ということで、きんぴら言っときましょう。こんぴらさん、きんぴらさん、何のこっちゃ、いっとこう、いただきます。うん、最近ジョギングするのもさ、あの前まで半端やったけど、さすがにあの半端で若干寒いな思って長袖で行ってんだけど、まあでもうん、あのちょうどええ感じやな。だから汗が適度に出てくんのよ。だからこの何の冷えたビールたまらんわ、もう体に染み渡るっちゅう。うん、うまいな。これでビール。ああ、早速でもな、次と。ということでビール入れようか。ビール入れて、チャラッと入れて、よっしゃ、ええ感じや。もうぐずぐず入れてきたね。蓋取ったけどね。これでビール。うまい。ねえ、ちょっとこう、ま、今上あのニラバッと入れたんやけど、ええ感じで沸騰してきてるやん。うわー、キャベツちゃうね、キャベツやな、レタス、キャベツやな、キャベツがな、なんかおかしになってきたんやけど、わー、これほらほらほら、ええ感じ。これあ、これちょっとさ、あの緑やからさ、後ろのバッグとあの何ていうの、あの色が交差せんやから、ちょっと待って、だしもいただくわ。だし、こんなだし、これこんなだしだ、おだし、こんなだし、これまずおだしちょっといただくわ。いただきます。あー、それほど辛くないな。うん、ちょっと甘みがあるな。うん、なるほど。で、ニラ、うん、ちょっと火緩めて。お鍋のやっぱニラうまいわ。ニラはうまいな。うん、ニラって独特の風味やんか。この食感もコリコリ、まあ何ていうの、ちょっとあの野菜のサクサクっていう感じが残ってるから、これたまらんねんな。でしいたけまだかな。さすがに玉ねぎとかもまだかな。玉ねぎちょっとここには入ってんねんけど、これちょっといっとこうか。うん、できてないことはないねん。でもあの牛丼屋さんの玉ねぎあるやんか、あのしなってるやつ、あの旬でるやつな、あのお出汁が、あれまでにあのしたいなと思ったら、やっぱもう一人いたし、せながな。うん、でもうまそうやろこれ。白菜もいいけど、やっぱり、うん、今日はもともと、なんか、何の、あれ、何があれあれ、もつ鍋食いたいなーって、もつ売ってるかなと思って行って、売ってなかった、こういう過去になったんやけどね。まあ、赤から鍋も気になっとったから、よかったんやけどね、これ。名古屋名物よ。名古屋名物ったら、高知とか、え？名古屋高知ってよう言うもんね。名古屋は、ひつまぶしか。ひつまぶしと味噌煮込みうどんか、それと手羽先やったかな、あの本格的なやつがあるの。なあ、あれ食べに行きたいなと思うけどね、そのグルメ旅やりたいなと思うけど、なかなか暇はあんねんけど、お金がおませんので。うん、バッチ。うーん、なるほどな。ちょっと煮込ましてこれだから、そうやな、あ、そうや、一番時間かかるお肉とかもな、入れといたんやねん、これ。こっち側の隅っこに入れとこう。一番最初に入れてるのもあったからね。だからちょっと、鶏肉と玉ねぎが一番時間かかると思うから、ちょっと待てよ。火強くして、電気のやつ強くして、ほいで、まあまあ、あとは、あ、そうか、さっきこれいただこうか。きんぴらごぼうね。きんぴらさん、いただく。うん、
うまいな、うん、この運動して風呂入ってるから腹ヘブヘブ、うん、ビリビリ、あーめ、ちょっとね、これちょいてんで、これさっき開ける方がいいかな。うわー、でもあの具材、まあ、ほんましなってきた。めちゃくちゃうまそう。これ見てよ、このキャベツとレタス、これこんな格好。うわー、ほんでここに椎茸もできてるかな。椎茸ええー、感じやと思うんだけどな。ほんでこの辺に一番最初に出た肉があったはずやね。肉どこ行った？お肉、肉、肉、あ、おった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 、これやな、これは入れたやつや、ほら。うわー、お肉、お肉ね。んでちょっと待てよ。んで、ちょっと待て、ちょっと待て、で、よいしょ、お出汁な、もうお出汁うまいわ。うん、わー、これほら、あらー、おいしそう、ええ感じやろ、これ見て見て、ほらほら、おいしそうでしょ。いってきましょう、いってきましょう、いってきましょう、うん、ええ感じやな。これやっぱニラは正解。あのやっぱ鍋するときはニラ言えば、まあ水炊きとかでは合えへんか分からんけどな、あの何の出汁の効いた、寄せ鍋とかさ、こういうみたいなあるやんか、こういう出汁の効いてそのままそのタレもつけんと食べれるやつにはこのニラええと思う。この聞こえるかどうか分からへん、まあ生千枚ほどのコリコリはせえへんよ。でもこのサクサクっていうんかな、サクサクっていう風な感じのこの何て言うのコロコロサクサクっていう感じのコリコリっておかしいな。うん、ええ感じや、うまい。玉ねぎもこんなふにゃってきた。うん、これでもあれやな、味付けによっては豆板醤とか、あのこっちこっちじゃんちゃうわ、豆板醤、豆板醤とかあってもええかもね。な、うん、今日はちょっと一味使ってみよう。一味でな、ちょっとな、甘いね。だから、ちょっと辛さが足らんねんな。だから、これでいってみよう。一味ね。まあ、一味でも、そないに僕、聞けへんと思うけどな。ちょっとやっぱ味にアクセントがなかったらな。甘い、うん、甘辛っていうか、そうやな。赤辛って書いてあるけど、うま辛なるみたいな感じやな。どっちかだな。辛味よりも旨味、旨味と甘味の方がうまいわ。あのうま辛味よりも旨味と甘味の方が感じるよっていうことでね。甘味と旨味の方がうまいわ。だそれはうまいわ、当たり前やな、分かっとらんなこれ。で、肉、うん、あ、やばい、あ、でも一味かけてええアクセントになってるわ。ほらや、椎茸の晩酌やったやんか。あ、椎茸や、まったけど、まったけの晩酌やったやんか。でもね、皆さんも言うてはったか分からんけど、あのまったけは高級なのは分かってんねんけど、なんとなくあんまりな、ちょっとどっちかって不評やな。あの香り、日本産のやつとかの香りのええやつはええんやけど、このやつことはね、間違いなく中国産やからね。別に中国産が悪いっていう意味じゃないけど、あの安いやん。うん、うまいなぁ。で、キャベツな。キャベツね、これ、何やったっけ？だいぶ前に、もつ鍋かなんかやった時に、あの、白菜の蟹入れたやん。そっからハマって。うん。うまい。あったまるわ。もうあったまるで、ビール、うん、たまらんな。わおー、うわうわ、やばいやばい、うわうわ、やばい、ほいでビールでございます。あー、うめ、うまいな、ほんまうまいわ。
うん、わあ、肉入ってた。肉、あ、そうか、最初に肉2つ取っていったやな。これや、おいで。わあ、この玉ねぎも柔らかなっとるぞ、これ。ほら、こんな格好ふにゃふにゃなっとるよ、これ。玉ねぎ、わあ、このニラとニラとの組み合わせ、これたまらんよ。これあちゃ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 、熱いって、うまい、たまりませんな。うん、ねえ、よくさ、一時期、あの一時期というか、まあ今でもそうか知らんけど、どちらか焼肉の比率が高いやんか。で、僕どちらか肉食うたらあんまり、まあたまに飯は食うけど、あんまり白米とか食べへんやんか。で、そこにまして野菜食べへんやん。で、よう皆さん言われてるやん、あきぼう肉好きなん分かるけど野菜食べやいって皆さんご心配いただいてないから。ということで、今日はほんま、なんていうの、野菜三昧、まあまあ鶏肉あるから三昧ではないか知らんけど、でもね、大量のやつやったよ。これはええと思う。これこんだけ店でやろう思ったら結構お金取られるやろな。なんぼこれ、うわわ、やばいやばい、こぼれたかな、もうこぼれたかな、やばい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 で、ね、ちょっと、もう余裕悪いっすよ、余裕悪いっすそれで、うん、お店やったらなんぼこれ、多分今日のこれ分だけでな、5000円では多分無理やろ。肉はないけど、そやな、入れ、キャベツはそんな高なかったわ。でも、あのニラ高かったわ今日ね。これニラ2本っていうか、あの2袋これでいいで、で1袋98円やったかな。あの他の野菜に比べたらニラ高いぞ。うん、高い。うん、うめえ、これはうまい。この鶏肉がてええ色やろ、これほら、ええだし旬でるもん、これ。出ました、玉ねぎ。うん、あ、まあ仕上がってるわ。うん、あれ、ないぞ、やばっ。え、おいでみよ。あー、ビールとこ。ということで、ビール取ってきたんで、ほんま弱くな。ちょっと待ってよ、見えへんわこれ。ちょっと待って、これ見えてる、ここ見えへんな。ちょっと待って、ちょっと待って、さっき入れるやろ、入れて、で、どうしようかね、この辺、この辺でこう並べる、こう並べて、これでいけるか。そやな、ほな、ここちょっと開くからな。よし、ちょっとただ狭いから、ちょっと待って、狭いからこうしようか、こう、これでいける。 OK ね、 OK、 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 OK です。ということで、ちょっと待てよ。ああ、そやな、ちょっと入れてるやつをさっき上げて、あちゃ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 、うわー、この玉ねぎとかめっちゃやばなってんのこれ。うわー、これはよかよかよか、うん、よかよか、ええ感じ、よかよかよか。うわー、野菜ってほんま、うわ、見てこれ、ほらトロトロなってるぞこれ、ほら、キャ、あの、なんて、玉ねぎやろこれ、玉ねぎが、うわ、もうトロトロなってるもんこれ。うわー、あの牛丼の、牛丼の柔らかい玉ねぎバージョン、玉ねぎいっぱい出てきた。うわうわ、玉ねぎばっかり。うわ、でもこれ玉ねぎうまそう。で、この辺さ、切れた肉あるから、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ここでやな、まずは、よっこいしょ、このお出汁をまずこっち入れとこう、ちょっとな、ちょっとこっち入れとこうやろ、ほいでや、ほいで、ちょっと待って、まずもう炒、あの、炒めとこうかしら、違う違う、これこれこれ、このね、キャベツごっついやろこれ、ほらこれそのままいってますからね、これもバカッと入れる、もうバカッと入れても、バカッと入れる、これバカッと、ドバッと、バカッと。で、これが味噌や、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎをこうクソほど入れるすいません、ババチ表現しまして。で、しいたけも入れとくやろ。で、玉ねぎ、玉ねぎ、この周りで玉ねぎ埋めといたろ、埋めといて、これで、で、し、あとのあれやな、ニラは最後やからな、とりあえずこれで、ちょっと待って、あとだし足した方が良さそうやな。だからちょっとここでだしを足そう、だし持ってきたんで、だしをちょっとこう足しておきます、だしね。
お出汁、よーっしゃ、いい感じだな。よし、これでちょっと煮込みましょう。でな、OK な、最大火力でまといて。そうで、さっきさっき言っとこう、ね、今これ取ったやつあるから、これちょっとスプーンこっちをちょっと、ちょっとこれいけますか、邪魔ですけどね、置いといて。この玉ねぎめちゃくちゃうまそうやわ、わかるこれ、ほらふにゃってますよ玉ねぎ、熱いけど。いただきます。うん、これ間違いなく牛丼のあの玉ねぎやわ。あのだしはこの赤辛さんのね、このうま辛のこれやけどね。うん、これは飯にかけたら抜群にうまいよ。うん、あーうま、玉ねぎって甘いよね。うん、うまい。絶対ご飯かけたらこれうまいわ、最高やわ。でこれキャベツやからな、キャベツももうふにゃるふにゃる、ほらふにゃってますから。うまいなぁ、たまらんわ。最近皆さんにさ、また焼肉ばっかりかとかで言われてることもあったけども、やっぱりな、肉はどうしても好きやねん、ほんま好きやねんけど、でもやっぱりな、家の晩酌やったらさ、最近新しいコンロも買うたから、何で焼き肉とか好きになってくるんだけどね。これでビール、あーやっぱ冷えたビール、キンキンに冷えたビール、これ最高やわ、たまらんな、うめえ。うん、この玉ねぎ、これ飯にかけたら最高にうまいぞ。うん、あ、まだけど豆腐粉でも忘れた、豆腐忘れてもらった。うん、ええ感じで沸騰してきてんじゃん、これ。うわー、ええー、感じで沸騰してきてますよ、これ。うわー、ええー、感じ、ええー、感じ、ええー、感じ。うわー、たまらんぞ。でもな、今日豆腐忘れた代わりに、いつも私好きなこれきしめん買うてきたんで、きしめんまたやるからね、お楽しみに。それで、どうか、ビール、あー、うめえな、ほんま、あの大量の野菜すぐほんま、ふにゃってなるやろ、おもろいなこれ。野菜ほんまこんな時しか食べられへんもんな、野菜。ほんで最近高いもんね、高いといえば今年の一番高いかどうか分からんけど、サンマ高いよな、サンマは高いわ。サンマ買おうかな思ったら、あんま売ってないでな。でパックに入って、あれは何、冷凍したサンマをそのまま解凍してるのかどうか分からんけど、もっと新鮮で食べやすいもんやけど、要はニュースでもやってるやんか、サンマ今年高い言うて。うん、大丈夫か、いけるか、よし、開けとくかも、よしって感じや。これな、一人やからさ、食べるお箸とこの何の、あの鍋の中入れるんでええけども、これね、みんなといったらこんなことしゃあんで、ね、当然やけどね、自分で食べるやつやからこうやってますけどな。あ、ほんでここにこれや、大事なニラ、ニラニラ、アホほどのニラニラ、これニラニラや、ダバッとこう入れてやな、ニラはもうクソほど入れる、クソほど入れて、お前表現悪いね言われたらごめんなさいねいつものことですいませんよし、最近はね、いろんなその動画の撮り方もいろいろ変えていってると思うけどね、ね、皆さんにもちょこちょこ最近また違うなっていうような格好で言われてるかしらが、まあそれは吉と出るか凶と出るか分からへんけどな。まあでも、いろんなことにチャレンジしていこうかなと思う、50回ったおっさんでございますんで、皆さんよかったらご協力ください。そうだね。しゃ、ニラはな、やっぱアホだったらうまいもんな。ちょっとね、卓上整理せなあかんから。ほいで、ちょっと沸騰させた方がええかな。ちょっともうちょっと入れば。で、玉ねぎね。うん。鶏肉。うん、
やば、うまい、ほいでビール。あーもうふっとしいな、もうええ感じな、これ。よっしゃー、ええ感じや、感じや、ええ感じでな。よっしゃ、やっぱあれやな、蓋すんのとせえへんのとえらい違いな。蓋してたらほんますぐ沸騰すんねんけどな、蓋外したらちょっと収まんねん。何やねん、それがどうしたんやって言われたらそれまでやな。突っ込まんねえで、うん、ねえ最近ほんまえいつやったっけ、南行ってきたけど、テレビなんかではぼちぼちその何ていうの、 GoTo イートとか、GoTo トラベルとかで街のね活気は戻ってきてるようなこと言うけど、この間南行った時びっくりしたわ。あのな、裏ナンバーの方は人めちゃめちゃおって、でもカニ道楽とかあの辺あるやんか、いわゆるその大阪のメインストリートというか、何やろ、ナンバーの象徴って言われてるんだな。最近ちょっと梅田行ってへんか分からへんけど、まあナンバー行ったんやけど、ナンバー行った時はほんま人ガラガラやもんな、ガラガラやし、夜のな10時半かなぐらいになったらもう、真っ暗というかほとんど店閉まってんねん。あれびっくりしたわ。うん、あんな現象今までなかったもんな。うん、このコロナのあれでね、もう春先ぐらいから全然難波の方にはあんま行けへんようにしてきたから、なんとも言われん、もう そういうのがずっと続いてると言われたらそれまでやけど、でもあの光景ほんま弱やな。せやしな、空き店舗むちゃくちゃあって、恵比寿橋筋やったかな、千日前筋と恵比寿橋筋やねんかな。でそこ歩いとったら、まあ私不動産やんか、見とったら1軒か2軒ぐらいはな、前からもなんか募集してるとかたまにあんねん、たまにやで、まず甘えてることないけど、せやけどいっぱい空き店舗あんねん、びっくりすんで、うわ募集してる、こっちも募集やとかだけど、あんなん仲介させてください。誰か恵比寿橋筋と、千日前筋にお持ちの家主さん、よかったら私に仲介させてください、お願いします。何の宣伝やね。だってさ、あんなところの家賃一月すごいからね、仲介手数料ごっついから。そういうこと、何の宣伝やったのお前とか言われたらそれはねえからな、ええやんけ、ほとんどくれ、たまには自分の商売の宣伝もしたいわな。そういうことね、なあんなとこさやけど仲介やったら楽しいやろな。まあでもね、自分が仲介してできたお店なんかやったらほんま常連客なるやろな、うん、通いたくなるやろな、うん、ええ感じ、もうでもええ感じできてきたで、よし入れようか。ほらこのニラ、ニラね、ちょっと待って、この腕が今こうなってるからさ、ここに鍋あるから。ニラはうまいわ。ほんでレタスがもうふにゃ、姿見えへんなんていうの、ふにゃったもん、バカでかいレタスあったよ、あれほんま終わってもたぞ、これやな。あ、今訂正、レタス言うたな、キャベツ。ごめん。レタス、キャベツ、白菜な、分かってないね、分かってるんやけれども、その何ていうの、たまにポロって言うことはわけわからんことになって、なんかようわからんことになったのから失礼で、その辺を突っ込まないでくださいね。よろしく。ほいでビール。あービール、あれは入れとこう。大丈夫か、だいぶ沸騰してんの。よし、沸騰してんな。ちょっと弱めるかい。ちょっと弱めて、このね、行儀悪いか知らんけどもね、ちょっとできるだけこううまいこと揃えてやりますんで、ごめんなさいね。人間できてますので、ご無理をよろしくください。うん、ニラ、すぐにうまいな、うん、これは最高や。あーでも玉ねぎがまだいまいち、ちょっとあんまりちょっと柔らかくなってないな、これ玉ねぎさっきのに比べたらまだやろこれ。うん、やっぱり玉ねぎは時間かかるな。うん、でも玉ねぎを
ふにゃーって刺したらめちゃんこうまいで。もうこれご飯、あの、なんていうの、玉ねぎふにゃっとして飯にかけたら最高やで。うん、もう何よ、下品やけどな。あの、え、猫まんま、猫まんまっていうのは全国共通の言葉か。猫まんまってよくさ、味噌汁の残りとかあるやんか、あれよ、白ご飯とかの上にザワッとかけてぐちゃ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 ってそのまま食うのは猫まんまっていわゆる言うねん、大阪ではやね。大阪では、大阪ではっていうか、その大きい発言してええんかな、多分そうやと思う。うん、僕の身近な大阪ではでもあれは猫まんまっていうのは、あれも大阪だけの言葉なのかな、分からんけどな。東京ででも猫まんまって聞いたことないな。うん、で港キャベツと椎茸やっぱりな、うまいな。まったけほどは高くないし、椎茸うまい。で肉な、肉。今日はこれキャベツでニラで椎茸鶏、4種目か、1、2、3、そうやな、4種目や。え、茶葉、あ、まあ玉ねぎあったな、玉ねぎな、うまい。うまいわー、うん、たまらんな。一人鍋って皆さんします？あのキッチンで鍋焼きうどんみたいなのはすると思うんやけど、こうやって一人鍋ってします？焼肉以上はするかな。焼肉はどっちかで家でせえへん人の方が多いんちゃう。僕家で一人焼肉やってるけど、あんまりせえへんやん、匂いついたりとかいうのあるけど。でも俺鍋はできると思うで。うん、まあただよくコメントでいただくけどな、その後片付けがめんどくさいやんってのあるけどな。まあそれはしゃあないわ。うん、まあそれは酒飲みながら楽しく片付けやっていこう。おっ、おっか、最近あち先ほいで見る。ラーメンで何を思うた、最近なんて思うた。あー、そう、最近ちょっと動画の撮り方とか編集の仕方とか、まあちょこちょこ変えていってるんやけど、まあお気づきの方はお気づきか分からへんし、あのね、そうじゃないことは、そうじゃない方は、そうなの、変わってんのっていうふうに言うか知らんけども、まあできるだけね、やっぱり皆さんに楽しんでもらおうと思っていろいろ変えていってんやけどね。またそれに対してね、またいろんなご意見ご批評とかアドバイスとかあったらね、また何でも皆さんコメントくださいね、お願いしますよ、よろしくね。あなたの応援があってのあきぼうチャンネルなんでね、お願いします。ということで肉いっとこう。うん、このタレうまい。うん、でもそやな、さっきちょっと入れて、やっぱり一味入れる方が、あ、一味もええけど山椒もある、ね、じゃあ次山椒入れたろ。ちょっと待って、これ山椒入れたらどうなの。さ、え、何があるの、山椒と一味と胡椒か、胡椒もあるの。ちょっとこの辺味わってみますかい。こう入れて、ちょっと待って、どうする、ちょっと待って、こうするやろ。んで、おだしこ入れるやろ。おだしこ入れて、まあいっぱい入れるやろ。で、次何いる、次は、山椒いこうか。山椒。山椒こうちょっと、かける。さ、あー、ええー、か、生産者の香りするけどな。この香りが、この料理に合うかどうかわからんから、ちょっといっとこう。うん、なんか合わんことはないけど、なんかちょっと変な感じやな。さっきの七味の方がまだ合うてる感じやな。うん、インパクトっていうか風味はええんやけど、うん、うん、
あっち。これで見る。ああ、うわ、もうないやん。うわ、やべえ。待って。うわ、やばい。落ちそう。足を揃えて。いくよ、いくよ。これが山椒か。ああ、さっきの一味の方がまだマシやな。そうや、次胡椒いってみよう。胡椒やな。まあまだね残ってるけど、ちょっともうそんなに要さん入れたらまたさっきみたいになるから、ちょっとこの辺玉ねぎもちょっと入れて、胡椒やっぱりあれかな、一味が一番合うみたいな感じやな。だからちょっとこうお出汁を入れて、胡椒やな。胡椒、胡椒入れてみよう。胡椒だーっと、胡椒入れすぎか。ん、香りはあんまりせえへんか、胡椒の場合は。でもんー、あーするね胡椒。おいしい。うん、あーあー、でもやっぱ一番最初の一味が一番は、まあ一味か七味かな。今日入れたんは一味や。うん、これがやっぱり一番合うわ。うん、そうで、そろそろうどん入れようか。ということで、そろそろここもせやな、ここにも入れようか。入れてちょっと加熱しといて、ここ入れる、ここ入れとこうか。もうな、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、バサッといくなよ。バサッとこぼれたらお前えらくっちゃうこれ。よし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 、もういい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 かい。よし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 、ちょちょ、落ちるて落ちるて落ちるて。よし、これでこれでやな。ちょっとこう入れといて、うどんってそんな煮込まんでもええんじゃん。でこれちょっと蓋しとく。でビールなし、ビールとこう。そういうことで今ビール取ってきたけど、ちゃんと映ってる、映って、ちょっと並べ方がな、なかなか難しいな。これで並んでる、並んでまんな。よし、ちょっと上げて、こっち下げてみるか。しゃー、ビール、うわー、これもキンキンに冷えてるわ。うまそう。わー、そうこうしてられない。おいおい、もうあれだ、沸騰してきた。あ、やばいやばいやばい、意外と早いな。うどん、うどんとか、あ、ちょっと待って、ここでもうこの残ってる大量のニラ、これ全部入れたろ。ニラうまいからな、これニラ、ニラや、これニラ。よっしゃ、これでいいかい。ちょ、もうスプーンで押さえたの、なんかようわからん。うどんうまそうやな。このニラかてさ、あんまり煮すぎたらあかんよね。絶対食感残してもらわなあかんからね。そうで、大丈夫か、この辺こかせへんか。七、あ、七一味、まさやな、こっちに出る方がええな。だからそう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 、箸立てを使わなあかんねん、すいません。それでね、掴むやつがないから、まあ、箸でいきましょうか。はい、なら箸でちょっとこうニラを回して、あれ野菜どこ行った野菜、や、あ、野菜も全部食うたんか。わあ、この玉ねぎ、うわ、こんなところやらかなってる玉ねぎ出てきた、こんな玉ねぎ、うわ、これはうまそうやで。ちょ、うどんな、うどんいとこ、あ、玉ねぎまだあったやん。うわ、玉ねぎいっぱい出てきた。あれ、そこにいっぱいあるのか、玉ねぎ。ニラマ、ニラマ出てきたけど、うわあ、玉ねぎ、まだ玉ねぎ発見。うわ、玉ねぎいっぱい出てきた。ちょ、うどんとれ、うどん、うどん、うどんやん、うどん。よし、うどんや。ほんでここで、ちょ待って、おだし、おだし入れる。よし、2杯。よし、ちょっと火緩めた方がいい、火緩めては。んでここで一味入れましょう、一味ね。じゃあ、じゃあ中身これ、あれ一味の入れ物やけど、中身七味やったわ。あの、詰め替えしてんね。自分でやってるから、どっちかな、一味やったかな、七味やったかなってあんま分からへんやったけど、うん、いい感じやな。うん、このきしめん好きなんよ。玉ねぎもうまいけどね、このきしめん、ほらほら、きしめんね、これうまそうやろ。まず玉ねぎと、
絶対飯にかけたらうまいね、これ。うん、ほんまたまらんわ。あーうまい。この甘、え、赤からの、何のちょっと甘み、甘みがうどんに染み込んでんねん。うどん、うどんときしめんって一緒やんな。形が違うだけのことやろ。今ふと思った。ちゃうよな、ビール。ちゃうよな、ちゃう同じやな。あれ、きしめんってうどんの形がちゃうやつのことやろ。全然ちゃう。またそばとうどんと違うように、全然違うんやろか、コンセプトが。そんなことないよな。あべ、僕はうどんの変形バージョンや思てんねんけどな。また邪道や言われたらそうなんだけど。うん、うめ。この玉ねぎがうまいわ。うん、この旬だ玉ねぎ。わざわざこんなんせんでもさ、何ていうの、うん、あの何ていうの、醤油ベースの、あの砂糖入ったちょっと何ていうの、甘じょっぱいタレ作って、そこに何ていうの、玉ねぎ入れて、もう柔らかーにって、そこに牛肉入れてさ、ほんでもうバッて一品として出して、ほんならもう子供だとかご飯にかけて食べーとか言って食べたら、めちゃくちゃ喜ぶやろな。うまい。子供に限らず、これはもうおっさんでもうまい。おっさんおっさんな、うん、あのそうそう、おっさんでも育ちのええっていうんかな、あのおしゃれな人はそのお刺身食べたりさ、そういうのもええか知らんけど、私あの安く上がるおっさんなんで。うん、うまい。うん、この玉ねぎうまいわ。うん、玉ねぎ最高やん。でも玉ねぎ切っとったら、あーでも涙出てきたもんねえ、出さんようにはよ処理しよう、はり処理しようもんやけど、焦るがあまり、あーちょっと顔ちょなかなかむけへんとか思ってたら、バーって涙出てくるんだよな。あれは何とも言えばということでね、じゃんじゃん行こう。じゃんじゃんな、うどん、うどんね、うどん。あれ、これなんかキャベツがなんかもう溶けてきてるぞ。これやばいぞ。キャベツ。なんかニラかって、なんかお菓子ありだ。わあ、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 ちょっと待って。ええか。あ、ええ感じやな。ええ感じ。ほんで、ここに、このお出汁な。あっち、あっちいて、器が熱いって。器が熱いから、よし。よし、あちゃ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 で、中身七味。よし。このぐらいがちょうどいい。うん、ええ感じ。ではこれを混ぜて混ぜて混ぜて、うどん。これのうどんって、せやな、すき焼きのタレのうどんの方がうまいかわからんな。でも硬さちょうどいい感じ。うん、何のお鍋屋さんとか行って、なかなかこのきしめん出てきんやろ。普通のうどんは出てくるけどな。で、きしめんの方がコシあるやんか。コシある方が僕好きやねん。柔らかいうどん好きな人もおるやん。コシのないって言ったらおかしいけど、いわゆるその、昔で言うその大阪風うどんっていうのは、あんまコシないねん。何の表現悪いか知らんけど、おばちゃんでやってるような、定食屋さん、定食屋さんっていうか、食堂のうどんとかやったら、安い代わりに、その、コシのないうどんっていうかな。僕はあれより、どっちがいたら何なの、分かりやすい言うたら、丸亀製麺さんとかあるやんか。ああいうコシっていうか、麺の歯応えがしっかりある方が好きやねんよな。うん、もっともらしいこと言うてるか知らんけど、あんまり味のことは分かってんね。ビール。あー、うめえな。ということで、じゃんじゃん行こう。行こう行こう行こう。うまいなぁ、これ、きしめん。あぶん。これ、器が熱々。で、この、
あのキャベツがもうふにゃっとしてる。うん、あーうめえ、締めんうまいわ。このニラかってさ、もうふにゃっとしてきたわ。ちょっとなかなか取れへん。うん、うまっ。うどんうまいな、うん、麺類好きなんですよ。万葉ね、スパゲティ自分でやって食うんですよね。あの動画にはしてないけど、動画にせよ言われたらそれだけど。うん、うまい、うまいな、うどんはうまい。うどん文化って言ったらやっぱりあれ、あの四国のうどんっていうのは別にうどん文化ではないんかな。手打ちうどんが四国の文化であって、そのうどん自体はその全国的なもんだから分からへんけどな。要え東京とか関東方面は江戸っ子って言ったらそばとちゃうのなあ。あんまその辺全然歴史とかあの全然疎いから何でも分からへんねんけど、これでしょ、あの鶏肉どっか行ったんちゃう、まあ、椎茸あったわ、椎茸と鶏肉どっかあったんちゃうか。えもうみんな食うた、鶏肉ないよ、あれ鶏肉みんな行ってもだが、あ行って、ああれやん、あれやん、ちっちゃ、あちっちゃはってる、あちっちゃはってる鶏肉、まあで締めもうあれへんけど、締めわあ、あれもうすぐレタスがないぞ。あたたたたた。わあ、レタスと玉ねぎ。え、レタス玉ねぎ先生な。わあ、うまそう。ああ。うん。わお。あ、もうないわ。ああ。終わってもだ。あ。やばいやばい。うん、ほんまあれやな。うま辛、うん、うま辛やな、辛くはないな、あわっ、あっ、うん、消化、うん、あっちい、ようこれ天ぷらやってたもすんねん。暑かったら口の中のさ、何あの粘膜が、何ていうの、ただれてくるやんか、たまらんで、ほんま消化。まあ暑いわ、ほんまびっくりするわ。うん、ということでね、ねえ、わあちゃあちゃあちゃ、器も熱いって、器もでもうこれ最後に決めんか。うん、締めはうまいな、うん、たまらん。最後は肉屋ばっかりやってるけど、魚とかみんな好き、ホイデビール。今ふと思って焼肉もええんやけど、あの魚、あの要はあの何ていうの、刺身でもさ、船盛りみたいなのあるやん、船盛りとかその特盛りの刺身みたいなのあるやん、あんな皆さん好きなんかなとか思って、今ふと思って、あのね、どっちかだ皆さん、あの焼肉が好きそうな感じで動画見てるんかなっていうふうな格好で僕も思うから、思うからって何言うてん。で僕自身も肉が好きやからついつい焼肉屋ばっかり行ってんだけど、お魚系とか好きやったらそんなのまた行ってみようかね。うん、ああうまいわ、あーやばい、これ一味が一番合うわ、うまい、うん、ほいでビール、ああうまかった。ということで本日は焼肉以外の野菜たっぷりのお鍋ということで、ね、本日はこの赤から鍋さんでの一人晩酌でございました。またね、いろんなコメント、コメントというかリクエストあったら、また皆さん、コメントでリクエストください。ということで、次回の一人晩酌もお楽しみに。今日はこれまで、さよなら、おやすみ、バイバーイ。